あ、ここじゃん。いいじゃん。これグレー届く？ん？グレー届け。つはいけるよ。あ、待って、俺 HBT だわ。任務を続行しろ。ちょっと誰か。アーマー割った。ダウン。アイス？奴らの HBT を。HBT だ。HBT は俺や。あ、違った。ん？じゃあそうだ。なんで今の HBT？ 何言ってる？あ、HBT キルしたか。なあそこ強い来てるかも。あ、ちょっと下手くそすぎ。いや、俺を全力で守ってくれ。お、よし、これで敵の HPT を向こうか。ちょっと俺のいけない。ちょっと入れてパケット飛ばして。ああ、やられた。やられた。ここきついな、でも。普通に。ね、じゃあ、そのセントリーどこに置きゃいい？ここか。うわぁ。セントリー、こっちのさ、ここだ。この辺ついてる。そこ置けんの？置けねえ。あ、待って。切れそう。そうだな、そっちの方に。HPT マジで。ちょっと離れに置きたい。設置。セントリーターレット起動。敵の HBT を特定。はい。HBT が撃たれ。繰り返す。HBT が撃たれてる。プラスマンを投げる。危な、こんなんで負けたくねえ。セントリーが何もしてないのに壊れた。何もしてないのに壊れた。何もしてないのに壊れたってなんかよく聞くめんどくさいお客さんやそれ。HVT。UAV を配置しろ。そう、俺はちょっとほんのちょっと敵にダメージを食らわせてアシストキル判定欲しいんじゃ。ああ。ドピンポイントプラググレニード食らったわ。いるんだよな、そこに。マジで。HBT が撃たれてる。守り抜くんだ。ほい。あ、クリントンってあなたの想像しているクリントンと私の想像しているクリントン、同一人物じゃない可能性があるから、あなたのね、あの歴史をちゃんと勉強してるかが問われるよ。してません。あなたの想像しているクリントンの、あの性別は何？男？男って言った今。男っつった。おー、じゃあ。性欲モンスターの方のクリントン。性欲モンスター。少しは心得があるみたいだな、歴史に。待って、なんか敵少ねえな。HBT やってない時の方がヘリ出るんだわ。なんで？あら。
アサルトパックから投げ物補給してひたすら物を投げてる人になってる。正解です。あ、じゃあ下手くそすぎる。まだいるんじゃね。まだいる。逆にさ、なんかもっとさ、直接的でなくても、フセインとの、その一味とのなんか戦いとかを繰り広げると思ってたのに、全然なかった、そんな。フセインの隠し部屋、見ただけ。なんだそれ。なんだそれ、マジで。絡ませる必要もない、あの、ひたすら仲間のおばさんの精神世界入り込んでるだけのゲームでした。マジで最悪だ。マジでそれ。一体な何がブラックオプスだったんで。あれ、あ、死んだろ。 HVT じゃねえのか。何をしてるのかね。はあ、いやー、おい HVT ショットガン持ってやがる、賢い。賢い。あー危ない、危ない、マジで山強っ、危ない、危ない。ちょ、グリどんだけ投げてくるんだよ。殺すぞ、殺すぞ。やめんか、マジで。いや、もう逃げる。やっぱ HBT ショットガン強いよな。わかる。ウォッチドックヘリがそちらに行ったぞ。待って、これ敵のウォッチドックヘリじゃん。マジ。あぶねえ。出されたか。落ち入る。ああ。助けて。あ。あった。このマップの HVT はそんな長時間いけないでしょ。うん、無理だ。スナイパーがいる。あれ緑パーク、緑ストラテジストって何だっけ効果。なんか目標ダッシュとかしてるとき体力回復が早いとか、ちょっと今適当なこと言ったけど知らんけど。それはここキルオーダーやったときショットガン無双した記憶ある。いやーダメか。うわぁ天才。やっぱロシアサイトなんだよな。諦めるつもりならそうすればいい。やる気があるなら反撃しろ。ああ味方の HBT を守れ。 HBT が撃たれてる。守り抜く。あっとダウン取ってる。ゲット。やつらの HBT を守った。お前は HBT の。あ、 HBT ショットガン元。なんか来てる。なんかミサイル来たんだけど、切れそう。あっ、ね、あっ、助けて。ちょ、助けて。お兄さん。助かった。敵の HBT を発見。排除しろ。ちょっと待って、もうあんまねえんだけど。あ、思わない。あ、てかさ、これ HVT さ、敵のハイライトちょっと弱体入った。あ、マジ？なんか前もっとはっきり映ってた気がするんだけど。敵でたくさん3人ぐらい。めちゃくちゃいいよ。
ゼロキルかもしかして。いやー、この3キルアシストなんだよ。やられた。ショットガンならアホと強いかと言われればそういうわけでもないの。うん、なんかくっついた。ホゲイ。は。待って、ダウン取ってる。起こさないで。はい。スティムあるだけでだいぶ違う。はい、いやー、え、見えな。奴らに HBT をやられた。おお、ここ突っかかる。かかる。めっちゃ来そう。今回のキャンペーンどうだった？おもんなかったよ。おもんなかったよ。それはもちろん。待てよ。字幕版の動画上げるのちょっと苦痛だったもん。苦痛だったもんね、草。精神世界いる。そうじゃない。同じ話をすれば、ブラックオプス版だって精神世界はあったんよ。うん、で、ベトナム戦争ガンガンメインだよってわけでもないけど、BO1 は面白かったよ。なんでかって言ったら、やっぱり、ちゃんとした倒すべき敵が最初からはっきりしてるからだよね。いた！敵の HBT を発見！排除しろ！ HBT が撃たれてる！繰り返す！BO6 は魅力的なキャラクター不足でした。コンタクト！どこで死んだよ、お前それ。どこで死んで。ちょっと待てよ。やっぱり激しい攻撃戦が好き。それはそう。敵の HPT を取って。あの。もう今回6にキル取ってねえよ。人の。なんで裏にいるの？起こしてやれ。作業中。ありがとうございます。はい、王道が。敵をバンバン倒してステージを進む王道。こういうのがね、したかったの。そういうのがしたかった。あ、で、女キャラの精神世界なんて何でもいいよね。なんでもいい。だ。まずい、まずい、まずい。旧作モダン神だよね、キャンペーン。俺もな、旧モダン2で最後投げナイフでとどめさせたやつしか覚えてないんだけど。いやもう熱いじゃん、激熱じゃん。もう激熱。そういうのがしたい。そういうのがしたい。精神世界でうろちょろするゲームはね、なんか COD には別にいらない。いや、一番最悪なのは、ストーリーがキャンペーンだけで完結しないことで、間違いない。俺たちはこれからなるんだよ。しかもさ、しかもさ、なんか黒幕はこいつだったんだよみたいなキャラクターが最後に出るんだけどさ、おめえ誰だよっていう感じだよ。おめえ誰だよ。おめえどこの誰だよって感じで。マーシャルだ。持続兵の出撃を許可する。サトル、空からの警察を要請する。CMA による進出を許可する。何度もやられるかよ。奴らの HBT を倒した。ああ、なんで勝った今。マーシャルだ。ヘルストームを要請する。HBT が撃たれてる。繰り返す。HBT が撃たれてる。
いや、あれエンディングがさ、あ、実は過去にいたキャラクターでそいつが黒幕だったんだみたいな終わり方ならさ、あ、続く続編がはっきりとありますなって気持ちになるんだけどさ、マジで縁もゆかりもない知らないおっさんが最後に出てきてさ、おめえ誰だよってなるじゃん。誰でマジで知らねえ。よかった。ボスは倒したけど終わりじゃない。最終ステージで敵組織の船を、あれはよかった。あのもう最後最後この最後まで殲滅してやろうみたいなストーリーで、あれはよかった。何が言いたいのかというと、ビオシックスのキャンペーンは面白くなかったってことで。面白くね。あ、これはスラグじゃん、これ。ああ、ほんとだ。そう、これがなんか強いだろうな、金だもん。スラグそんな強いんだ。あ、次はスラグどこ当ててもいい一撃だったはずだ、そういえば。ローガン、地下生活11年目だよ。地下生活11年目。